日の記憶は、松本清張の短編小説。三た文学1952年3月号に、記憶のタイトルで掲載。後に、現在のタイトルに改題、開講の上、小説公演1953年10月号に、再掲載、1955年8月に、短編集、悪魔に求める女収録の一編として、マス書房より刊行された。 高太郎の勧めに応じて、ある、小倉日記伝と同時期に書かれた作品。1961年1978年にテレビドラマ化されている。交際の末、より子は高村康夫と結婚することにした。ただ、康夫の戸籍当本に父失踪と書かれていたことが少し気にかかった。兄の定一も事情を康夫に聞いたが、それほど問題になることではない。 として住んでいた。二年後、やっと話す決心になったという風で、安尾は事情をゆい子に打ち明ける。安尾は、失踪の真相を追跡しようとしていたのだった。だが、1961年5月1日、TBS 系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の一作として、放映。松本成長シリーズ、火の記憶。 1978年10月28日 NHK の土曜ドラマは国て放映。視聴率13.6%。原作の松本清張が出演した。ありがとうございます。